皆さんこんにちは、しおりみチャンネルのしほです。はい、ということで今回もですね、今回はねバレンタインにあげる友チョコの準備をしていきたいと思います。ということでですね、今回本日は2月の14日でバレンタインデーなんですけど、日曜日なんで明日あげようと思います。で、友達とね、この今の時期コロナ禍ということで話し合ったんですね。で、だから話し合って出た結論が、手作りチョコは今年はやめて市販のものをね買ってみんなで交換しようということになりましたので買ってきました。でですね、私本当は土曜日に買う予定だったんですね。昨日買う予定だったんですけど、ちょっと昨日はね首を痛めておりましてですね一日中動けなかったわけですよ、うん、なので当日に買う羽目になってしまいました、はい、ということで、当日にねちょっと用意をしていきたいと思います。はい、もう当日だからね、もうチョコもね残ってないんだよね、なかなかお店でね。そうなの、うん、でなんかあんまりなんかこれっていうものを見つけられなくて、そうと、かぶっちゃいそうだなっていうのがあって、そうね、何をあげようとしてもなんかかぶりそうだなって、うん、あとなんかこういかにもなんかちょっと売れ残り感漂ってるものをなんか仕方がなく買うのもなんかなってね思ってね、ずっと悩んだんだけど、結局どうしたんですか？結局ね、無印に行きました。無印は本当にいいです。大好きだもんね。大好きです。で、無印でまずねチョコですよ。市販のチョコなんで、チョコはねこの無印で買ったこのねチョコラクッキーとこのねチョコフロランタン、うん、この2個をこうくっつけてリボンをね結んで2個あげようと思います、はい、これで約500円です。あ、違う、190円と200何円なので、あれ両方190円じゃなかったっけ。え、これ200円ぐらいでしょ。そうなんだ。じゃあ390、これがちょっと安かった。390円ぐらいか。これでそうですね、300円400円ぐらいだと思います。なんかね、もうあったんだよね、見本でね。そう、見本でなんかこうやって送れますよっていう、こうやってなんか結んで、そうそうそう、リボンでこう結んでこう送れますよっていう見本があって、かわいいなと思って、ね、いいなと思って、うん、これなら被らないなと思ったんです、うんうんうん、みんな多分無印人がいかないと思うの、うん、ね、いいよね、美味しいしね、無印は本当どれも美味しいので美味しいし、無印って可愛いでしょ、うん、それは可愛い、それは人にもよるけどね可愛いです、無印大好きです、はい、これを 4セット買ってきました。はい、なので今からねリボンを結んでいきたいと思います、はい、このチョコたちにね。じゃ全くね、あのクリスマスプレゼントと同じですね。4人にあげるために、はい、で、あと無印で買ったのはこちらの片面マルチケースっていうのを4つ買ってきました。白2枚、はい、黒2枚です。これ99円だったね。はい、100円でしたね。これにこのハンドクリームをねあげようかな、あ、入れてあげようかなと思います。今の時期ね、はい、うん、もう春ですけど、まあ、まだ乾燥するじゃないですか、はい、ハンドクリームはね、まあ、消耗品だし、ね、いっぱい持ってる人でもいずれねなくなっちゃうから、うん、あって損はないかなと。そうだね、思いまして、こちらを4つ買ってきて、うん、あとはさっき言ったようにこのね片面のクリアケースにねこう入れ、こっちの方が目立つかな、これこう入れていきたいと思います。こんな感じでねプレゼントするんですけど、でも見てください、これだとちょっと余っちゃいますよね、ここがでですね、ここをね、華やかにするためにセリアさんに得てきまして、こちらを買ってきました。もうね、緑をね、余ってるところに入れたいと思います。少しは華やかになるでしょう。で、ラストですよ、ラストにこの紙袋に入れるとうん、いいと思うよ、いいと思うよね、うん、でもこのケースがなんで黒と白なんですか？なんでって言われても白がラスト2枚で黒ラスト3枚だったので、そうだね、4枚がなかったんですね、はい、なので22にしよっかっていうことで、なるほど、で3枚、黒3枚に白1枚とか、うんうん、まあちょっとね、うん、うん、って思って、
ぐっすりしようかな、はい、あとねこの対面クリアケースだっけ、片面ね、片面クリアケースはこれマスク入れにもねなるみたいな、そうマスクのね、実はマスク入れなんで、ね、そうマスク入れで本当にマスクがいっぱい売ってるところにあったんですね。なんかこう多分マスク入れっていうよりなんだろう、お店とかで外すときにここに急遽入れとくみたいな多分使い方だと思うんだよね。そうですね、そうそうそういうのも使えるし、うん、いいかなと思って、はいはい、以上でございます。じゃあね、はい、すぐ詰めていきたいと思います。そうだね、でマルチケースのこれは多分取んなくていいよね。取った方が良くない？取った方がいい、うん、値段とか書いてないけど。あ、本当？じゃあそれはそれでつけとく。値段書いてない。あ、それ値段ついてないんだよね。ついてないの、だからいいと思う。じゃあリボンもいるね。これ値段書いてあるけど塗りつぶすのが良くないよね。いやでも塗りつぶすのが礼儀じゃない、値段は一応、まあ、分かっちゃうけど、無印は分かっちゃうけど、でも一応礼儀じゃない。シール貼るか塗りつぶすかはやっぱり水そう。うん。怪我しないでよ。開きませんけどこれ。え？はい、ということで1個分はこんな感じになります。でね、これをねこのクリアケースにこう入れるんですけど。多分ね、ここが余っちゃうので、ここの余分なところをね、切りたいと思います。こんな感じで入れて、うん、で、うん、ここにハンドクリームをこう入れて、逆じゃない？ハンドクリーム。そうそうそう。もっと切った方がいい。もうちょっと切らないとやっぱりダメでしょ。よし、こんな感じでできました。あ、いいんじゃない？なんかね、ハンドクリームだけ一つポツンって渡すよりも、ね、うん、こういう風にね、あのワンポイントあった方がおしゃれかなと思いますね、うん、ママの案ですけど。はい、いいよね、これでなんかちょっとおしゃれ感がかなりもしますよね、これ。はい、そうですね、うん、そうですね。なんで？いいや、うん、で私こういうの本当向いてないですね。もうしーちゃんはね、売り場でもどうしよう、何にしよう、どうしよう、どうしようしかね、言われもう5、6回増設増設してる、私、うん、もういっかーって、無理、考えられないって、うんうん、なんかもう、なんかみんなの好みが分かんないから本当に、なんか 5、6回増設しました、私、うん、ともういっかーの市販のやつで、みたいな、うん、本当にみんなの好みが分からないから、はい、で、最終的にいつもママの意見になる。そうなんです。いつもそれです。ママセンスいいんだもん。そう。うん。私は多分いかにこうね工夫して安くねできるか。それはお金かければいくらでもゴージャスになるんですよ皆さん。あ、いいじゃんいいじゃん。いいじゃん、おしゃれに見える。このケースだって99円だし、はい、この緑だって3個で100円なので1個まあ30。3円ぐらいね、なので、はい、ちょっと金額アップしちゃうけど、ハンドクリームだけであげるより全然ねいい感じになります。このケースも絶対使えるからね。そうなんです、これね、うん、本当にねマスクケース以外にも、うん、多分ねクリアケースなんで、そうだよね、何でも使えそうじゃない。そうです、何でも使えます、うん、緑もね別にこのままペン刺しに刺してもらってもとかで可愛いんじゃないかと。ママ緑好きだからかもしれないけど、ママ緑好きなんですよ、本当に。なんか緑があるだけでなんか可愛くないですか。世界が変わるんだよね。そう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 、世界が変わる。まあここはねちょっと違いがあるけど、まあどっちも可愛いね。はい、白もいいね。次にクッキーとね、このフロランタン、はい、リボンで結んでいきたいと思います。はい、リボン足りる？まだあともう一個あるから。あ、そっか。そう、これクリスマスプレゼント作った時の残りのリボンです。はい、あ、すごくない？あ、あ、あ、きれいきれいきれい、見てこれ、やばくない？超きれい。あ、いいんじゃない？いいんじゃない？じゃないよ。じゃあこれをあとはね紙袋に入れるだけですね。は
感じかな。うん、私やばいかな。はい、できました。これちょっとリボンが長め。はい、OK ですね。はい、こんな感じでね。はい、なりました。入れるものはこんな感じです。で、できたので今からこのね、ピンクの紙袋に入れていきます。このピンクの紙袋、可愛くない？もう超可愛い、私こういう色好きなの、ね、本当好きだよね、クソラピンク大好きだよね。シンプル、シンプル、シンプル、シンプル。これにさ、ギョロメつけて落とすから。本気？本気、本気、ギョロメここにつけて、好きにハッピーバレンタインって書くの、自分でウケる。これが1人分です、はい、これを今からね、この袋の中に入れて入れます。こんな感じでね、一人もこう、かわいい、ちょっと大人っぽい。はい、これをさ、4つさ、こう2つずつこう両手片手持ってさ、こう歩くとするじゃん、絶対バレるよね。なんかでっかいさ、袋にも入れてさ、行くしかないよね。でも袋持ってる時点で入ってるんだよ、チョコが。でも明日は月曜日だからさ、まだこう荷物っていう感じ。あ、先生これ全部荷物だ。全部荷物だよ。全部荷物です、これ。出来上がりました。こんな感じ、4つ。はい。で、どうすんの？これでいいの？もう。うん。うん。終了。はーい。はい、ということで今回もね、バレンタインにあげる友チョコの準備をしました。はい、明日ね、まあ、結果ね、あれだね、無印とセリアになりましたね。セリアのちょっとプラスで、あのセリアであの緑と袋、まあね、ということで明日ね、学校に持ってって交換したいと思います。はい、ということで、それではバイバーイ。ちなみにですね、学校はですね、あの先生にバレなければいいよっていう許可はいただいてるみたいです。あの、あくまでも先生にバレないようにこっそり渡してねっていうことらしいですけどね。そうですね、なので先生にバレないようにこっそり交換するのよ。わかりました。はい。